はいどうも、麦茶です。今回はアドベンチャー3って実際どうなの？パート4です。やっと完結します。マジで長かった。前回の動画を見てない人は概要欄から見に行ってください。ほんで今回はメンテナンスとおすすめ工具、あとは前回の動画にあったコメントに何個か回答しようと思います。それでは僕が普段やっているメンテナンスについて紹介していきます。まずはビルドシートについて。どうしてもビルドシートって手が触れちゃってその部分が手についた汚れがついちゃう場合があります。そうなっちゃうとその汚れがついた部分だけ樹脂が定着しなくて剥がれちゃったりします。なのでその汚れを取っていきます。で僕は汚れ取るときにこんな感じのキッチンペーパーを用意して、そこにパーツクリーナーを吹きかけて、この状態でビルドシートを拭いてます。でビルドシートを取ってる状態ならいいんですけど、つけてる状態でやるときは絶対にこんな感じに直接かけないでください。いろんなところに飛び散っちゃう可能性があるんで、布を湿らせて拭くか、プラットフォームを取ってそこにやってください。僕は基本パーツクリーナー使ってますけど、無水エタノールとかでも全然 OK です。最悪水でもまあまあいいと思います。一応僕のお気に入りのパーツクリーナーがこいつです。これのめちゃめちゃいいのが、ノズルがこんな感じにもともとついてるんですよ。めっちゃ使いやすいです。概要欄にリンク貼っておきます。ほんで次にグリスアップ。グリスを塗るところは、大きく分けて2箇所あって、ガイドロッドで、Z 軸の滑りネジ、ここに、グリスを塗っていきます。でグリスを塗るんですけど、汚れたグリスがある状態でさらにグリスを追加したら汚れをめちゃめちゃ伸ばしちゃって、結局メンテナンスした意味がなくなっちゃうんですよ。なので古いやつを取ってから新しいグリスを塗るようにしてます。で、ガイドロッドだったら、布とかでこうやって拭けば汚れ取れるんですけど、このネジの部分って布で拭いただけじゃなかなか汚れ取れないんで、そういう時は、歯ブラシ使って取ってます。こういう風に取って、ただこれだとやりにくいんで、本体画面から設定の移動ってやつを押して、ここで Z 軸を動かしながらブラシで清掃してます。で全然汚れが取れない時は少しペーパーにパーツクリーナーを吹きかけて汚れを拭き取ってます。汚れを拭き取ったら万能グリースだったりホワイトグリースでグリスアップしてます。つける時は手袋にグリスを取って、塗っていくとやりやすいです。であんまりつけすぎると余計なところに落ちちゃったりするんで、余分な分は拭き取った方がいいですね。でこのグリスアップはどんぐらいの頻度でやってるかな、多分1ヶ月に1回はなんとなくやってる気がします。多分そんなにやんなくていいと思います。もしやるとしたら半年に1回ぐらいでいいんじゃないかな。ただこいつを置いてる環境が悪い場合は、例えば工場とかでめちゃめちゃ埃っぽい時は結構こまめにやった方が、修理依頼とかしなくて済むと思います。普通の家庭に置いてちゃんと扉閉めてるんだったら、半年に1回でいいと思いますよ。いや1年に1回でもいいかな。そんなにたくさんやるやつではないですね。あとはメンテナンスっていうほどのメンテナンスじゃないんですけど、ここら辺にゴミがあったら絶対取ってください。というのもアドベンチャー3の Y 軸片方ベアリングが下になんかコロコロ転がることによって動いてるんで、そこにゴミがあるとベアリングがそれを乗り上げちゃって造形不良につながります。なのでここはゴミを残さないようにきれいに使いましょう。僕はだいたいダイソンの掃除機ですって掃除してます。めちゃめちゃ偏見ですけど、 3D プリンターの中がなんかゴミとかで埋まってる人は部屋汚ねえだろうなって思ってツイッター見てます。ほんで次にエクストルーダーギアの清掃。ここのエクストルーダーギアのところに、樹脂のカスが溜まってしまうと押し出し不良が起こったりするんで、もしここにゴミが溜まってる場合はブラシだったりエアダスターでシューってやってきれいにしましょう。ここにカスが溜まるのは大体印刷設定が悪い時によく詰まりますね。ほんで最後にノズル清掃について説明していきます。で僕がいつもやってるやり方が、
まずはツールから加熱準備で、ノズルだけ240度に加熱します。で、240度になったらガイドチューブを外して、上から付属のこのピンツールで清掃するんですけど、今ちょっと動画撮るのが難しいんでノズル外して説明します。ノズルの加熱が終わったので付属のピンツールで清掃していきます。こんな感じに樹脂が出てきます。そうしたら清掃用のフィラメントを差し込んで押し出していきます。で、強く押し出していって、ノズル先端から樹脂が出なくなったら一気に引き抜きます。そうするとこんな感じにノズルの形になって樹脂を取れます。この作業をすると綺麗にノズルを清掃することができるんでおすすめです。ほんで、僕は清掃用のフィラメントを使ってるんですけど、まあ別に清掃用じゃなくても、例えば ABS の白とかでやっても大丈夫です。基本的には白っぽいフィラメントでやった方が汚れの取れた感じが分かりやすいんでおすすめですね。で、これをやるときなんですけど、抜いたときにしっかりノズルの形状に沿ってちゃんと全ての樹脂が取れてることを確認してください。で、確認できたら一応ノズルを覗いてみて、しっかり穴が開いてるか確認してください。で、もしこれで清掃がしきれなかったときは、プリンターの清掃用のこんな感じの針が売られてるんで、こいつをノズルに差し込んで、まあ、何回か動かして清掃してます。もしこれで復活しなかったらもうノズル交換した方がいいです。このノズル先端が詰まってる場合と中のテフロンチューブが死んでる場合があって、一応これを分解してテフロンチューブを交換するみたいなやり方をやってる人はいるんですけど、そのぐらいするんだったらノズル買い替えた方が早いと思います。まあ、たかだかね数千円なんでね、買って交換した方がいいっすよ。で、この清掃するタイミングなんですけど、僕はフィラメントの種類を変える時と、しばらく使わない時と、暇な時にやってます。なので多分結構な頻度で清掃してると思うんですよね。こんだけ清掃してるとマジでノズルの消耗全然しないです。長く使いたい人はこまめに清掃するのがいいんじゃないかなって思います。で、僕が普段やってるメンテナンスはこんな感じですね。まあ突っ込みたいところがあるかもしれないですけど、僕はこんな感じにやってて特に問題が起きてないので悪くはないと思います。それではあると便利なものを紹介していきます。まずはスクレーパー。これはトラスコのスクレーパーになります。トラスコのスクレーパーのいいところは、めちゃめちゃ先が尖ってるのと超丈夫です。で、先尖ってるんでめちゃめちゃ危ないんですけど、まあモデルをビルドシートから剥がす時だったり、もしラフトを使った時にラフトをシャキーンと剥がすことができます。なのでめちゃめちゃいいです。結構しなるスクレーパーとかもいいんですけど、まあ、こういうガチガチのやつも結構好きですね。で、次にペンチ、まあ、こういうちょっと大きめのやつと小さめのやつがあると作業しやすいと思います。まあ、これはサポートを外す時に使いますね。で、あとはニッパー、僕は3種類使ってます。で、一番使ってるのがこの、まあ、普通の形状の薄刃のニッパーで、角田のニッパー使ってます。まあ、これで大体のサポートを外して、まあ、もし入り組んだところがあればこんな感じの曲がったニッパーを使ってます。で、仕上げの細かいところはこっちの小さいやつ使ってます。ほんで適当なピンセット、まあ細かいのをつかめるピンセットがあった方が作業しやすいと思います。で、オルファの30度カッター、こんな感じに普通のカッターよりめっちゃ尖ってます。まあ、サポート剥がした後の、まあ、仕上げに使いやすいですね。ほんでスティックのり、まあ、ビルドシートの定着が悪い時とか絶対失敗したくない時にビルドシートに塗ってます。この商品が結構おすすめですね。まあ、これをビルドシートに塗って、まあ、たくさん塗っていくと凹凸ができちゃうんですけど、まあ、凹凸ができちゃった時はお湯をビルドシートに流せば綺麗に掃除できます。で、最後にライター、ターボライターがおすすめです。こんな感じのやつですね。ちょっと高いバーナーなんですけど、これ結構おすすめなんで概要欄に貼っておきます。まあ、ライター何に使うのって話なんですけど、サポートを外したりラフトを外した面って
発火しやすいんですよ。発火っていうのは白くなっちゃうこと。プラスチックを何回か折り曲げたりとかすると白くなったりするんですけど、そういうのをこれで炙ると元の色に戻ります。なので仕上げとしてライターで炙るのは結構いいと思います。まあ炙りすぎると歪んじゃうんで気をつけた方がいいんですけどね。じゃあ便利なグッズはこんぐらいですかね。なあ、あとそうだ、下に敷いてるカッターマットもあった方がいいです。カッターマットを敷いてその上で、サポートを外したり作業をするのがいいと思います。ほんでこっからはコメントにあった中から何個か回答していこうと思います。まずはこんな感じに機種で出来栄えを比較してほしいみたいなことを言われたので比較していこうと思います。でこれはシルクフィラメントを使っていて、左側がクリエイタープロ2、右側がアドベンチャー3で印刷しています。まあ、フラッシュフォージの製品だとアドベンチャー3以外だったら、まあ、左みたいなクオリティになります。わかるかな。なんとなく左側の方が表面凹凸があるのがわかりますかね。右側のアドベンチャー3の方がツルッとしてます。普通のフィラメントだとわかりにくいですが、シルクフィラメントを使うとこんな感じに結構わかりやすいですね。まあ、この左側の独特な模様というか線については印刷のスピードを上げれば上げるほどより目立つようになりますね。ほんで次にアドベンチャー3を選んだ理由と他に気になってるやつがあるかみたいなことを聞かれたので、それに回答していきます。で僕の記憶力がめちゃめちゃゴミなんで結構曖昧なんですけど、いつだっけかな、買ったのが、買ったの自体が2019年の4月かな、4月の頭ぐらいにアドベンチャー3を買って、でなんで買ったんだって話なんですけど、僕はもともと2015年からかな、高専っていうまあ変な学校に通ってNHK でやってる高専ロボコンに参加してたんですけど、その時に3D プリンター使い始めたのいつだっけかな。基本的に設計者をメインでやってたんで 3D プリンター使い始めたのが2015はほぼほぼ参加してなかったから、で2016は設計者やったけど 3D プリンター使ってないかな。2017か、2017の大江戸ロボット忍法帳って名前だっけかな、あの結構野蛮な競技があって、10キロ以上するロボット同士で風船を叩き割ってボコボコにするみたいな競技があったんですけど、その時に四輪ステアっていう、独立四輪ステアっていうのを作って、でそのタイヤを作るために 3D プリンターを使うようになったんだっけかな。当時は僕 3D プリンター全然使ってなかったんで使い方わからなくて、詳しい後輩に印刷を任せた気がするんですよ。まあ、その後輩が、まあ、めちゃめちゃ優秀でちょっとやばい下之助ってやつなんですけど、最終的に 3D プリンター人に任せて印刷するより自分で書けた方が早いなってなって、プリンターの書き方とか使い方を教わって、でそっからプリンターに興味を持ち始めたのかな。まあなので今 3D プリンターたくさん持ってるのは後輩の下之助くんのおかげ感はあるんですけど、まあ、その話は置いといて、で当時使ってたプリンターがアップミニとアップボックスだっけかな、読み方わからんけど、その2種類を主に使っていて、でそのアップミニをもともと買う予定で10万ぐらいだっけかな、それを買う予定でいたんですけど、使ってたらアップミニ結構言うこと聞かないというか不具合が出始めたりして、その不具合出た時の対処の仕方が結構難しかったんだっけかな、なんか
スライスのソフトが弱いというか細かい調整できなかったから、印刷が失敗した時に調整が難しかったんですよね。まあ今思えば汎用スライス使えるようにしてやればよかった話かもしれないんですけど、まあ、当時の僕にはそんな技術はなかったので、それで使いづれなってことになって、他のプリンター探して、それでいろいろ見ていくうちに最終的にダヴィンチとアドベンチャー3あたりで迷って、そのダヴィンチとアドベンチャー3も元々買おうと思ってたアップミニよりだいぶ安くて、だいぶ安い割に造形サイズアップミニよりでけえし、レイヤーの高さもあれ薄いじゃんってことになって、それでアップミニはもういいかなってことで二択になって、で決め手になったのは、まあ造形サイズとか使えるフィラメントとかのスペックもなんですけど、ノズルが簡単に外せること。アップミニのノズル交換、まあ、普通のプリンターと同じぐらいなんですけど、工具必要でちょっとめんどくさいなって思ってたんですよ。まあ、ダヴィンチも当然工具必要ですし、それで見た時にアドベンチャー3ワンタッチで取れるんだって思って結構衝撃的で、ええやんってなったんですよ。でスペックを久之助くんに見せて、いいと思いますよみたいな感じで言われたので、まあアドベンチャー3でいいかなって思って買ったはずですね。あとは組み立て式なんで買わなかったのって話なんですけど、僕は組み立て式あんまり好きじゃなくて、まあ、というのも 3D プリンターが欲しいわけじゃなくて、 3D プリンターで作ったものが欲しいわけなんですよ。なので別に 3D プリンター組み立てたいわけでもなければ、超安くしたいわけでもないんで、組み立て式はもともとなしにしてました。まあ、組み立て式いいんですけど、もし不具合が起きた時にメーカー側のせいにできないなっていうのがあって、自分の組み立てが悪いんじゃねみたいなことになって、原因特定めんどくせえなって思ったので、まあ、完成してるやつを買えば、もし不具合起きた時にメーカー悪いじゃん交換しろやみたいなことができるっていうのもあって、組み立てが不要なアドベンチャー3は魅力的でしたね。まあ、エンダーとかメガエスも友達の使わせてもらって結構いいなとは思ったんですけどね。まあそんなこんなでアドベンチャー3を買って、2019だから最後のロボコンか、洗濯物を干す、まあ、ロボコンをやって、まあ、その時に自分の設計したものはだいぶアドベンチャー3に助けられましたね。まあ、結構他社のプリンターも使って、工業用のやつも使ったりしたんですけど、フラッシュフォージのはだいぶ使いやすい部類だと思います。まあ、なので初心者にも上級者にも結構おすすめなメーカーだとは僕は思いますね。であとは気になってる機体なんですけど、普通に買いたいなって思ってるのがフラッシュフォージのガイダー 2S ですね。まあ、ガイダー 2S 自体は会社で使っててめっちゃええやんってなってる機体なので、普通に家に置きたいなって思ってます。まあ、あとは組み立て式も1台あってもいいかなって思ってます。まあ、買うとしたらエンダーシリーズのちょっと大きいやつとか買って YouTube の動画にしたいなとは思ってます。まあ、だいぶ長くなっちゃったけど回答はこんな感じです。まあ、結構いろんな使い方を紹介したんですけど、目的が違えばやり方も全然違くなってくるんで、僕の紹介したものが使えねえじゃんっていう場合もあるんですけど、そこら辺はまあご了承くださいとしか言えないですね。まあまだアドベンチャー3以外のプリンターを持ってるんで、そっちも時間があるときにおすすめの使い方みたいなのを紹介できればいいかなと思ってます。それでは今回の動画はこのくらいで失礼します。最後まで見てくれてありがとうございました。